今日のこの祭儀、この先祖は、おそらく一番わかりやすい印です。本当に。ね。逆に見れば、すぐわかりますね。ここにたくさんの、奥さんたちがいらっしゃるんですね。その奥さんたちが、自ら、毎日起きてから、起きる前から、ね、今日は起きてから、どういう風にご主人の前にひれ伏せばいいなかな。この、もう、たくさんのきっかけがあればよかったね。今日は本当に、主人の前にひれ伏して足を洗うのは、私の喜びであろうね。私のか、足を洗うというのは、足は肉ね。汚い肉という意味ですね。ですので、日本人がそれを分かっているから、ね、苦痛のままに、入らないでしょ？家に。ね、そして、チャフチャフ、お風呂に入ってからも、ね、気持ちがいいという感じでね。外と中はね、外が、ね、でしょ？うん。だから、足は、外のこと。この世のこと。汚さ、罪に、ね、汚れている。だから、この罪だらけ、欠点だらけ、うるさい主人の前に、奥さんが起きる前に、今日、一日中、どういう風に、その主人の前に、ひれ伏せばいいのかなと。この、心配だけがあります。でしょ？喜んで。ね。そして、会社に行けば、本音でね、建前違って、本音で、上の人、下の人に対して、今日は、一日中、どういうふうにひれ伏して、ね、使えばいいかな、良いかな。ね。本音、建前はもうするから、もうしなければならない、それないと、クビ。けど、本音から、主人もそうだし、神父もそうだし、私たちはできない。私たちはアダンの子らですから。アダンが、この罪こそ犯しました。神と切って、その罪が一つだけですよ。実際に言えば。皆さんが知っていますよね。罪が傲慢です。プライド。そしてその罪から全ての罪が出てくる。これは現在です。で、現在は今日の福音の場面の正反対のことです。私たちの状態、私たちの態度。私たちは自然に、相手に使えることはないの。ある、ね。ある人はすごく、ね、使えるのは好きです。ね。使えるのは好きです。共同体の中でも、すごく頑張って、いろいろなことをする人もいます。けど、あなたを侮辱する。あなたを軽蔑する。あなたのことを、理解することができない人の前に、ひれ伏して使えることは、それは自然に出てこない。罪があるから。だから私たちは幸せではない。だから不完全なものです。だから足りない。だから足を使ってあちこちに愛情、感情、慰めを探す。それすべての罪を犯す。そのため。簡単ですよ。私たちの状態はこれです。諦めて、認める。しかないの。どういうふうにそれをし、認めることができるのか。今日の祭儀を通して認めて、そしてそれだけでなくて、清められる。清められる。いつも、私たちが一つの、間違いと戦わなければならないね。道徳的な考え方と戦わなければならない。今日の福音の中心は一つの簡単な言葉です。模範。模範。でも、面白いね。ずっと昨日から一つの例えを考えましたね。本当にキリストが私たちに模範を与えたのか。一番ありえないことの模範をしてくれたんですか？見せてくれたんですか？ありえない。ありえない。
なんとなく味噌汁を作るのを、その作り方の模範を示したら、なんとなく。けど、この、上なく、の愛。この考えられない愛、この天から下る愛の模範があり得るんですか？真似をすることはできる？本当に真似をすることはできますか？ね、あなたが、モザルトになることはできますか？モザルトはたくさんの作曲を作って、そしていろいろな監督に、に従って、どこにも、もうずっと前から200、300年前から、その、コンサートなどが聞こえる。そして学校に行きます。8時間、10時間、12時間、24時間、毎日練習をしていても、あなたと私も、モザルトになることはできない。近くにかもわからない。作家の選手もそうだし、絵を描く人もそう。できない。中に、その遺伝子がないと、そのモザルト、モザルトは一人しかないんですよ。ベートーベンなど。できない。クリストの遺伝子がないと、私たちが相手を愛することはできない。相手に仕えることはできない。だから幸せになることができない。だから今日の、この素晴らしい、天礼、そして共同体のレベルで、ちっちゃな共同体のレベルで行うのは、私たちに自由を与えます。もう、キップカーン、もう、やめて、やめて、もう休んで、できない。この遺伝子がない限り、あなたは何もできない。今日の福音にはありますね。最後の晩餐には。私に繋がってなければ、あなたが何もできない。クリストがはっきりは。だから、その模範は何ですか？イエス・クリストが私の前にひざまずく。新しいアダンであるクリスト。この私と同じよう、あなたと同じような肉を浴びて。この肉で、この肉を従順に従わせる。守らせる。この肉、私がこの肉で何もできない。罪だから。傲慢があるから。クリストは、この同じ肉には罪がないから、私のところまで彼を侮辱する、彼を軽蔑した。兄弟において彼を恨んだ、彼を憎んだ、彼を殺した。にもかかわらず、クリストは私の前にひざまずく。私の肉を取る。私と一体となる。彼の遺伝子が私たちに与えます。これですよ。模範はこの記念、この非正規。今日は最後の晩餐の日、感謝の祭儀。これですよ。この感謝の祭儀は何ですか？愛の寝床です。愛の、教父たちによると、感謝の祭儀に預かると、花嫁が、花婿と一体となる。で、わからなくなる。花嫁は誰ですか？春婿は誰ですか？わからない。一つの肉。その花嫁の、中には、花婿の血が流れる。考えなど。その遺伝子が入る。ほら！そう。この遺伝子が入ります。だから、今日は無償の愛の祝いです。最も根本的な、イエス・キリストの技。あとで、イエス・キリストの死と復活において、これが実現されます。全うされます。けど今日、印として、この遺伝子、この新しいアダンの精神が私たちに与えられます。欲しいですか？問題はそちらにある。欲しいですか？あなたが主人の前、奥さんの前、兄弟の前にひざまずかないままに喜ぶ？まだ耐える？まだ大丈夫？私が自分勝手にするということに
まだまだ喜んでますか？まだまだ、あるいは耐えられない。あるいはもう疲れて、もう不幸、不幸、不幸、寂しい、寂しい。今日、相手をそのまま愛することができない人が幸いです。今日、完全にそれを目の前に現れる。そしてそれを認める人が幸せ。なんとかできる。あるいはまだまだその恨み、その裁きを愛する人は幸いではない。残念。そのまま行っちゃう。しかし、本当に一番弱い、一番汚れている、一番傷つけられている兄弟は今日、幸いなものとなる。そのまま、そのまま愛されて、そのまま受け入れられて、そのまま抱きしめられて、そのまま触られて、触れられて、憐れまれて、清められる。そのままクリストの中に入ります。クリストの慈しみに受け入れられて、そしてそちらでは新しいアダンとなる。その愛の深さを感じない限り、私たちは相手を愛することができない。愛することもしたくない。いくら口先で言っても、いくら祈っていても、十字架に貼り付けられた兄弟だけ、もう離婚のすぐそばにいる人、あるいはこの人とも全然関係したくないと、その状態にいる人は、今日見られます。今日喜ぶ。今日、この無償、この上なく、の愛があります。お願い。私、その足を払ってほしい。私を清めてほしい。この愛が私を包まれるようにしてください。私の深くまで入るようにしてください。で、印として、これが今日、実現されます。そして、もらったから、相手を使えることができます。相手の前に、いつでもつくことができます。それをすれば、幸せ。幸いです。奥さんの幸いは何ですか？主人の前に、一日十年中無休、いつでもつくこと。新婦の私の、唯一の幸せは何ですか？たくさんの人が私を褒める。私を聞く。あんまり、ね。そうではない。私の唯一の幸せは何ですか？ここにいて、ここにいて、使えること。使えること。感謝の言葉がなくても、相手が気づかなくても、使えること。使えること。最後の一滴まで。私の喜びはあなた方のうちに完全にあるように。この喜びです。意外の喜びが全ていっちゃう。毎日、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 そのグレイ、その意味のない、そのあんまり成功がない、あんまり慰めのないところ、同じことを繰り返し、その寂しさ、その孤独、その失敗、その欠点を背負って、相手のために命を懸けること。これは幸せ。逆さま。この世は逆さまですよ。アダンがすべて神様の計画を逆さまにしてしまった。だから、幸せは違う。幸せは偉い。幸せが自分が使えられることとか、でもなかなか得られない。クリストが来られると、改めて、すべてを回って、完全に正しい、ところにすべてを置く。すべてを置く。幸せは神に愛されること。天国。天国。